さん、おはようございます。アマチュア社交ダンサーのさつきです。今日はですね、全日本選手権の前日の土曜日の今朝になります。これから髪上げをしに行って、そこから名古屋入りして練習してホテルに帰って、まあ、次の日を迎えるっていう感じで今日は、スケジュール組んでるんですけど、まあ、今日のその1日の様子を撮っていこうと思います。今ね9時前ぐらいです。ちょっと眠たいんですけど行ってきます。手もちょっとだけ来る。じゃねー。はい、皆さん髪の毛が終わりました。めっちゃ早く終わりました。思ったより。だから予定より早く出発してこれから名古屋に向かいます。これからお昼ご飯食べて3時のチェックインのホテルまでゆっくり休憩です。リーダーとも合流しました。さて、今はですね、北山駅っていうとこに来ました。これから練習場に行って練習しまーす。結構田舎です。はい、着きましたー。行きますよじゃ。本当に倉庫って書いてるけど倉庫じゃん。おーやば、音楽聞こえる。車が多いですね。入るの？ホテルがなんか去年の10月とかにできたばっかりみたいな新しいホテルで、チェックインもね全くなんか全部機械でやってて、まあ、すごいと思ったっていうところです。で、まあ、今日はね初めて名古屋の、倉庫っていう練習場に行ったんですけど、めちゃくちゃ踊りやすかったです。皆さんもぜひ行ってみてください。こう結構広くて、なんか元々あったファーストプレイスのほんの少し小ぶりにした感じで、フロアとしては全部ちゃんと真四角長方形で、床もめっちゃ踊りやすいっていうのがありました。なのでまた名古屋で試合あった時は絶対にここ来ようっていうふうに思いました。でオーナーの方かわからないんですけど、親切に本当にしてくださって、めちゃめちゃ暖かかったです。ということで練習もできて、夜ご飯も美味しく食べて、
当に幸せいっぱいの前日を過ごせたので、明日はめちゃめちゃ頑張れる気がしております。はい、ということで、まあ、髪もできてるんですけど、まあ、体だけ洗って、今日は早めに寝たいと思います。はい、では、前日の一日を撮ってみました。よかったらグッドボタン押してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。